タイブラもね久しぶりなんですけども、西日本プロレスをバックとして、この試合に参加するのは初めてなんですけど、今日は一生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願いします。バックホールについてどうなんですか。ちょっと僕一人だけ体格がね劣っちゃうん でかなりパワーありますから、やっぱりスピードで勝負して、まあ、真っ向からやったらね、ブラどつぶされるの目に見えてたから、まあ、横を動いて近くからの攻撃っていうのを近いときたいと思いますけども、はい、ストロングファイトシュートなところを見せていい。どうかな、これだけ始まってみないとタイプ的に今度1号とは何回かあるんですけどね、2号の方は今回試合するの初めてなんで、見たことしかないから実際に組んでみないとどれだけの力あるかわからないので、まあ、いずれにしろ真っ向から組んじゃうとね、ここから潰されちゃうから、やっぱり軽く動いて蹴っていくっていうね、そういうヒットアンダーエー作戦しかないと思うんですよね。その戦法で、はい、やっていきます。西日本プロレスはですね、これから、徐々に関東地方に出てくると思うんですけども、我々の力はですね、一人一人が精一杯やるっていうことが力だと思っています、見せるもの、できたものっていうんじゃなくて、自分の持ってるものを全て出すことで、皆さんに見ていただけるようなプロレスをできるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。島田はバッキング組との試合を控えていますけど、試合前の相手チームはどう？楽勝、島田ホッパー殺す。今日ブラックホールはどんな技で？見てからのお楽しみや。見てからよ。Come on!
Oh,